ここが東京エリアのスタート、大垂水と小仏、そこに向かいます。卵だけ、すげえ読みにくいっていうのがまたいいね。ほら掘ってあるからね、作った人に感服だ。ガチョウです。これが僕のランニングスペックです。もう少し更新できるんではないかって企んでます。関東ふれあいの道をご存知ですか？1都6県、ぐるりと1本の道で結んでいる自然歩道です。1800キロありますね。まあ、5年以内に、完登したいというふうに思って今挑戦中です。先日神奈川コースを終えました。神奈川コースは全部で150キロあります。三浦半島からスタートして、海岸線をずっと行って大磯あたりから丹沢方面に向かって、東京の高尾の方に抜ける、そんなルートです。今日から東京エリア入ります。東京エリアは全部で75キロかな、7コースに分かれてます。各コースはだいたい10キロぐらいです。距離でいうと神奈川コースの半分なんですけど、東京エリアは ね起伏と、それから結構山深いところを入ります。ここ高尾山口なんですけど、ここから入って南から北、奥多摩を北上していきます。そして、埼玉の支部の方に抜けるっていう、そんなルートです。神奈川エリアと違うのは、休憩するところ、エイドステーションが極めて少ないっていうことです。なのでコースに入るときには水と補給食をそれなりに持っていかなきゃいけないのと、あと全部荷物は持ちです。一緒に付き合ってくれる友達がいるので引っ張ってもらおうというふうに思ってますし、終わった後にちょっと乾杯しようと思ってるんで、それをモチベーションに頑張りたいと思います。それでは行ってきます。だからこっからまあジョグって、ロードでここね、もちろん、梅の木平のバス停起終点、平成元年、もう30年も前に、そう、趣があっていいね、色合いが素敵。ここが東京エリアのスタート、大垂水と小仏、そこに向かいます。ちなみに関東ふれあいの道走り切ると認定証、それからバッジがもらえるんですけど、そのためには各コースを走り切ったっていう証、証拠が必要で、その証拠はね、コース内に1箇所撮影ポイントがあるんですよ。そこで自分の姿が入った写真をパシャリと撮って、それを事務局に後日送るというようなことをしなきゃいけない。神奈川エリアは向こうから出てきます。ここが東京エリアとの合流点。じゃあ東京エリア進みましょう。最近だと思う。関東ふれあい道、大垂水峠、城山、集中するから、大垂水峠、
からスタートしてこういう風にしてずーっと来て大洞山で写真を撮ってポータルに飛び行って、で今現在地で、この先はこっちですね、陣馬の方に向かっていきます。次は鳥の道2番コースですね。では陣馬さんの方に向かいます。陣馬まであと7キロ。ちょっと雨が降ってきた。連日の雨で路面がね、まあ、こんな感じでちょっとごちょごちょのところがあったりとかします。卵だけ。陣馬さん 1.9 キロ。陣馬さん、はい、コーラのペットボトル、ペット、うん、お願いします。はい、どうぞ。はい、鳥の道、今は陣馬山にいるんで、これから和田峠の方に降りて、で2番が終わり、次3番入ります。富士見の道か。結構ヘビーだな道、うん、今ちなみに4時間です。距離にして14キロ。意外に進まないね。累積標高は900ぐらいです。和田峠、和田峠ですね。次は松濤山、またトレイル入ります。さりげなく看板があるんですね。よくできてるよ、関東のふれあいの道。作った人に感服だ。松濤山まであと 1.6 キロ。よし、松濤山、3番コースの写真スポットですね。ふう、990m です。また関東ふれあいの道、上川乗りまで 5.7 キロ。今時間はね、5時間半ですね。距離は25キロ。全然進まないや。今標高 1000m ぐらいのところにいるんで、少し涼しい感じがしています。遠くで雷が鳴っていますね。こっちに雲が来なきゃいいけど。ちなみにこの関東ふれあいの道の3番コースは、あですね、長谷川恒雄山岳耐久24時間レースのコースと同じです。でこのコースはここにある通り、こういう長谷恒のコースにはあのマークが打ってあって、そこが目印になってます。
ハセツネのコースと被るぐらい、この関東ふれあいの道の東京エリアのコースは結構起伏があって、山深いところを走るので本当にそれなりの装備をしてこないと、走れないというか歩けないと思います。いい感じだね。上川乗りまであと 2.7 キロ。すげえ読みにくいっていうのがまたいいね。これ掘ってあるからね、黒と赤のこの割合がどんどん変わっていくんだね。すごい凝ってる、素晴らしい。おお、ぐちゃぐちゃだ。関東ふれあいの道、高尾から来て鳥の道、和田峠、大五丸、ずっと来て松濤山、ずっと来て今浅間峠にいますと。はい、今日はここまでかな。3番コースまで、富士見の道まで終わりました。今ちなみに時間が6時間20分、距離が28キロ。33度線、行ったことはないが、あと上川乗りまであとちょっとです。 700m。 よし、滑るから。こう マジや、めっちゃ滑るね。滑った、落ちそうになる。関東ふれあいの道、上川乗りバス停まで 500m。 やっと道路に出てきた。上川乗りのバス停、3番コースの終点ですね。東京エリア、今日は1番、2番、3番を走ってきました。距離にしてちょうど30キロですね。時間は6時間50分、結構時間がかかりました。今日は時間的にもきついんでここまでにしておきます。次回は4番上川乗りからまたさらに奥多摩北上していくっていう、そういうことになります。本当はもう一つ行きたかったけどね、まあしょうがない。やっぱりポイントはね、補給です。山小屋はあるんだけど、それ以外の補給するところはないので、しっかりと荷物の中に水と食料を持たないときついです。で、結構起伏も激しいし、山深いところを走るのでそれなりの装備をしておかないとなかなか難しい。あとエスケープするにもなかなかルートがないんで、結局終点のバス停まで行かないと帰れないということになってしまうので、その辺はしっかりと計画を立てた上で、走るなり歩くなりした方がいいというふうに思います。はい、今回は以上です。今後もランニング系の動画をどんどんとアップしていきます。関東ふれあいの道シリーズもやっていきますし、それ以外のランニング系の動画もどんどんとアップをしていきます。走るモチベーションが高まるような内容を目指していきますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。ガチョでした。バイバイ。